プログラムって何プログラムというと皆さんは何を思い浮かべるでしょうか運動会のプログラムが真っ先に浮かんだ方もいることでしょうそれでは運動会のプログラムにはどんなことが書いてあるでしょう開会式準備体操 リレー玉入れといった運動会の種目が進んでいく順番が書いてありますねこれと同じようにコンピューターにどんな手順でどんな処理をさせるかをコンピューターにもわかる言語で書いたものをコンピューターのプログラムといいプログラムを書くことをプログラミングと言います私たちの生活の中で家電製品 車やスマホ、お店のレジ、それからゲーム機など、いろいろなものの中でプログラムが動いています。このレッスンではゲームのプログラムを作りながら、プログラミングの基本を学んでいきます。